チボルセケリチボルセケリは、ユダヤ人の探検家、エスペランティスト、著作家、弁護士である。オーストリア・ハンガリー帝国、現在のスロバキアにあるポプラトのスピシュスカ・ソボタに生まれ、ユーゴスラビア、現在のセルビア北部にあるスボティツァにて死去した。日本では、チボルセケリと表記されたケースもある。妻の名前は、CKLJ ベト。チボルの探検した地域は、アジア。 アフリカ南米全域に及ぶ、ハンガリー語とクロアチア語のほか、ドイツ語、スペイン語、英語、フランス語、エスペラントを話した。アカデミー語でエスペラントのメンバーとなり、世界エスペラント協会の名誉会員となった。彼はエスペラントで数冊のエッセイや小説を上司している。チボルセケリの父は10位で、彼の一家は各地を転々とした。チボルが生まれて数ヶ月の頃、 一家は現在のルーマニアティミシュ県にあるチェネーに引っ越した。1922年にはセルビア、ボイボリナのキキンダに転居した。チボルがキキンダで小学校を終えた後、一家はモンテネグロ、ニクシッチに移った。チボルはこの地で高等学校を卒業した後、ザグレブの大学で法律を学んだ。その後、彼はザグレブでジャーナリストとして働いた。 1939年にはアルゼンチンに渡り、ユーゴスラビア移民をレポートした。彼は、ジャーナリスト研探検家として、アルゼンチンに15年間滞在した。1944年には、アメリカ大陸最高峰アコンカグア島庁に、成功している。この体験をもとに、彼は、諸女作、アコンカグア山頂の嵐を執筆した。1954年、 ユーゴスラビアに戻り、ベオグラードに今日構えたが、依然として、各地を、1972年からは、現在のセルビア、ボイボディナのスボティサに住んで、亡くなるまでスボティサにある博物館を任されていた。彼はこの地で1988年に没し、ここに葬られた。チボルセケリの小説と旅行記は、興味深い民族史学的観察を含んでいる。彼はまた、 国際語であるエスペラントの手引きやエッセイを執筆した。彼の著作の多くはエスペラントで書かれて多くの言語に翻訳された。チボルセケリが最も頻繁に翻訳されたエスペラント作家であることは間違いない。南米、アフリカ、アジア、オセアニアを旅行する中で彼は重要な民族史学的情報を収集し、それをザクレブ民族史学博物館に寄贈した。 彼の民族史学分野での主な作品としては以下のものがあり、ここで彼は自分が旅行中に得た記録の翻訳を提示している。チボルセケリは博物館学に関する20個どもの辞書ディクシャネリアム、ミューズアロジカムの編纂に協力している。ティブアスコーリーコラボレーテッドオン、ーディクショナリーン20ランゲージズアバウトミューズアラジー、ディクシャネリアムミューズアロジカム、 アピアード・イン19・1986ティブ・アスコーリエスペラント氏2011年6月号ウナバーサラ・エスペラント・エイソスオ、pp124 から125ありがとうございます